ミーナ・サレイ2009年ステージ賞ミーナ・サレイは日本で活動するベリーダンサー。姉の君やサレイが設立した国際アラビアンダンス協会のダンサー、インストラクターを経て株式会社国際アラビアンダンス協会代表取締役社長に就任。イランテヘラン出身。ミーナ・サレイ発案ヒカルイシス、ミーナ・イシス国際アラビアダンス協会主催 MS。 ベリーダンススタジオ禁止庁、横浜、立川主催イランの首都テヘランに生まれる。トルコとイランのミックスで、幼少の頃から身近で姉君ヤが祖母の指導で踊っていたのを真似ていたのが始まり、7歳から母国でプロダンサーとして活動を開始する。君ヤがダンサーとして1990年に訪日し、 ベリーダンサーや歌手として活動するさなか、ミーナも1999年に12歳で訪日する。君への指導の下ベリーダンスの練習に打ち込み、14歳で国際アラビアンダンス協会のインストラクターとしての仕事を持ち、17歳からはインストラクターを養成する立場に立つ。プロダンサーとしてダイナミックでセクシーな中にも王室文化の気品漂うダンスは、 多くの人々を魅了し、秋篠宮妃や高ミ宮妃が臨席された、レバノン、ヨルダン、トルコ大使夫人主催のお茶会などでもダンスを披露。また、イベント出演やテレビ出演、著書も出している。2009年、国際アラビアンダンス協会を主催してきた、キミヤが、水臓んにより38歳で休止。キミヤの遺志を継ぎ、ミーナは協会を経営することとなる。ダンサー、 講師として活躍するとともに、2010年、協会を法人化し、株式会社国際アラビアンダンス協会の代表取締役社長に就任。2012年、ミーナイシスを発案、舞台で披露。ミーナイシスとは、光るイシス。近年海外の有名、プロベリーダンサーもミーナイシスを使い、舞台などで披露している。2012年6月 MS ベリーダンススタジオを、 設立。エジプシャン、ターキッシュ、ペルシャンダンスなど幅広いアラブのジャンルのダンスや民族舞踊を指導。毎年の大規模な協会生徒の発表会と教会インストラクターによるショーの開催のほか、2012年からは日本国内の有名ダンサーが出演するジャスミンフェスティバルのプロデュースも行う。さらにダンサーインストラクターの育成コースを行って全国にいる弟子の育成。 振り付けや、ショープロデューサー、タイビシアリザニヒスターズコンペティションや、海外コンペティションなどの審査員、衣装、ネイルデザインを行うなど多方面に活躍を広げている。2017年2月から2019年2月まで、日本ベリーダンス連名理事を務める現在も場の、アラビアンダンスを踊ることのできる数少ない、ダンサーとして高い評価を受け続けている人物である。 国際アラビアンダンス協会ホームページベリーダンスの観能、ダンサー33人の奇跡と証言関口義人、青二社2012年177ページベリーダンスの観能、ダンサー33人の奇跡と証言関口義人、青二社2012年178ページありがとうございます